今日はみんなに秘密のデータをお見せするときが来たようだ。どうも皆さんこんにちは、るちゃんです。るちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。るちゃんが日常的に使ってる日本語で間違ってる日本語記録してたんだよ。え、携帯の中に全てデータが入ってる。10個紹介していきたいと思います。風船。違うよ、風船通とあれだよ。子供がさ、よくテーマパークとか行って気持ちいいって。あー、分かった。いやだっていきなり日常で運転、風船消してって言ってくるんですよ。ん？風船消してってなるよね。るーちゃん、時間の2分ってない？ちょっと10時2分とか。そう、うん、それあなたの日本語間違ってるよ。2分だよ。でも難しいじゃん、あれは。やっぱ1分から10分とかの、自分でも日本人でも難しいと思います。そうなの？1分、2分、3分、4分、5分、6分、7分、8分、9分、10分、うん、皆さんもこれは間違えないように気をつけてください。満月。惜しいね。満月が正解です。満月だとなんかちょっとね、まん丸のお尻みたいな。うん、なんかなんだよ、そのライトがなんか眩しすぎて目が痛くなった。そういうこと。どんな感じ。ない。夏の時期にさ、蚊が来て、蚊が刺してくる。そういう時、ルーちゃん、なんて言う？蚊に刺さられた。刺されたって言いますか？でも、なんか日本語の何をやるのが、られるとかつけるじゃん。なんで、刺さるは刺さられるかな。違うんだよね。刺さるの受け身は刺される。そうなの？知らなかった。皆さんも間違えないようにお願いします。一応この方、N1 持ってますけどね。自分は全然間違ってると思ってなかった。じゃあなんでその時教えてくれなかったの？教えるよ。まあ実は ひっそり、あ、るーちゃん間違えた。怖い。そんな嬉しそうな顔しないでよ。違う、一つの漢字が4つの音があるのが覚えるのが難しいの。あ、例えば中国語でしたら一つの漢字は一つの音しかないって感じじゃん。でも日本語は一つの漢字でいつも覚えられないんだよね。あ、でも日本でも雷の読み方で雷って読む。雷撃とか。じゃあこれからずいちゃん雷って言っていい？ララ。ダメ。違うんだから。それよくルーちゃんが言うやつ。我一直叫文当过来的时候，我就说来，文当来，然后文当就记起来了，对不对？来。はい、続きまして。YouTuber にとっては沈黙はやばいね。確かに。でもブーちゃんよく沈黙すんだけどね。しねえよ。はい。皆さんいかがだったでしょうか。 N1 しっかり撮ってる方でも10個も今パート1ですよ。どのくらい溜まってなんで、皆さんもこの動画を見て日本語勉強しましょうね。まあ、なんでこの動画を撮ったかと言いますと、まあ、皆さん日本語勉強されてるかと思うんですけど、日本語勉強していく中で、まあ、日常的にやっぱ間違えてしまう日本語ってあるじゃない。その日本語を皆さんにも知ってほしいなと思って。みんなもう私と同じ過ちをやるかもしれないもんね。そう。那以上就是我们今天的动画啦。如果说你喜欢我们的影片呢，都欢迎你帮我们按一个赞，告诉我们你很喜欢。然后呢，也可以在下面留言告诉我们，就是你有没有会搞错日文啊，什么什么的，就是说不定你跟我一样有弄错一样的东西。如果你还没有订阅我们的频道的话呢，都欢迎你帮我们订阅，然后按小铃铛接受最新的通知，这样我们发影片就可以马上传过去哦。那我们下次再见，拜拜。拜拜 ，See you next time 。拜拜。ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。